見て見て、電車が来るよ。踏切の音や電車の走る音、駅のアナウンスが流れるんだ。夢の台、夢の台です。電車が発車します。閉まるドアにご注意ください。今日はこの踏切の秘密を特別に教えちゃうよ。あっちの方から踏切の音が聞こえてくるよ。行ってみよう。これはプラレールとトミカがどんどん渡るサウンドいっぱいの新しい踏切。来るぞ渡るぞ、カンカン踏切セット。今日はこの踏切の秘密を特別に教えちゃうよ。見て見て、電車が来るよ。踏切の音や電車の走る音、駅のアナウンスが流れるんだ。よく聞いてみて。夢の台、夢の台です。電車が発車します。閉まるドアにご注意ください。みんなが乗り降りしているね。さあ発車するよ。電車が通ると踏切が閉まって本物みたいだね。電車が通過したら踏切が開くよ。今度はみんなが改札を抜けて駅に入ってくるね。今のうちに踏切を歩いて渡ろう。出発。トミカがどんどん踏切を渡っていくね。踏切を渡り切った後は自動で坂道を登っていくんだね。この踏切の警報灯は全方向警報灯といって、どこから見ても光っているのが分かるようになっているんだよ。プラレールの警報灯もこの最新型になっているんだ。君の家の近くの踏切の警報灯はどうかな？見に行ってみよう。てっちゃんてっちゃん、あのスイッチは何？あれはサウンドスイッチだよ。スイッチを切り替えると新幹線、通勤特急列車、蒸気機関車の3つのモードに合わせて車両の走行音や駅のアナウンスが鳴るんだ。まずは早い新幹線が来たよ。 T 君 T 君、サウンドスイッチを新幹線にしてみて。新幹線モード。サウンドスイッチを切り替えると走ってる電車にぴったりのサウンドで遊べるんだ。まもなく新幹線が参ります。閉まるドアにご注意ください。警報器や駅のアナウンスが変わったね。次の新幹線は東京行きです。今度は特急列車が来たよ。またサウンドスイッチを変えてみよう。通勤特急モード。電車が発車します。閉まるドアにご注意ください。いつも旅行に行くときに乗っている電車だ。あ、今度は蒸気機関車が来たみたいだよ。任せて。サウンドスイッチを蒸気機関車に合わせると、蒸気機関車モード。蒸気機関車の走る音に変わったね。この渋い走行音がたまらないよね。僕も蒸気機関車の音大好き。今度は長編成の車両が来たね。うわー、何両連結しているんだろう。踏切がまだまだ開かないよ。まもなく電車が10両編成で参ります。踏切が車両の数を数えてそれに合わせたアナウンスをしてくれるよ。車両の数が分かるなんてすごい。賢いね。今度は長い貨物列車が来たね。まもなく電車が長い長い編成で参ります。通過いたします。危険ですから黄色い線の内側にお下がりください。ここでも車両の数に合わせてアナウンスが変わったね。たくさんの架線がつながっているのは大迫力。何両も連結させていろんなアナウンスを楽しもう。
さらに車両の数だけじゃなくてレイアウトを変えても音が変わるんだ。本日は大きなレイアウトで遊んでいただき誠にありがとうございます。次の駅は田舎の駅じゃな。機関車もレイアウトを変えたら音声が変わるよ。山道を走る大きなレイアウトにしてみたんだ。君のお気に入りの車両で遊んでみよう。トミカと遊ぼう。来るぞ渡るぞカンカン。